こんにちは、山の草尾です。今日は青森県の飯爪地区の山に来ています。とても天気が良くて暖かいのを通り越して暑い一日になりそうです。今回は間野上山で見た4種類の山野草を中心にお送りします。こんにちは、山の草尾です。今日は津軽半島ではなく飯爪地区の間野上山というところに来ています。これからどんな山野草が見られるか、ちょっと山の中に入ってみたいと思います。はい、山、今いるところはこんな場所です。つくばね草です。こちらには塩嶺草がもう実になっています。雪笹です。チゴユリです。カタクリの実です。カタクリの実はたくさんありますね。はい、二輪草です。おお、白根葵もあそこに一つ。白根葵、後で取ります。二輪草です。他の場所ではもう花を終わって実になってるんですけども、ここは今ちょうど花が満開のような状態です。はい、左側に咲いているのが白根葵、右に咲いているのが三花葉です。50センチほど離れて並んで咲いています。二輪草です。他の場所ではもう花を終わって実になってるんですけども、ここは今ちょうど花が満開のような状態です。
はい、紅花表の千片ばみです。略して紅表のです。もう終わっているところもありますが、まだつぼみで咲き始めたところもあります。白根葵です。ここの山は雪解けが遅いので、今がちょうど満開です。周囲にたくさん白根葵が咲いています。はい、左側に咲いているのが白根葵、右に咲いているのが三花葉です。50センチほど離れて並んで咲いています。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまたお会いしましょう。